山崎正人山崎正人は、京都府京都市山市区出身のサッカー指導者、元プロサッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。京都大谷 SSS でサッカーを始める。大谷中学校を卒業。この頃の同級生に、松井大輔がいる。久美山高校を卒業後、2000年に国士館大学に進学。大学の同級生に、相馬隆人、村山祐介。 北和馬、藤勇樹、鈴木博士大、原島隆らがいる。2003年、大学4年時に、ユニバーシアード代表に選ばれ、背番号10を背負い、エースストライカーとして活躍。2005年夏季ユニバーシアードでは5得点を挙げチーム、得点王、日本の金メダル連覇に貢献する。2004年、横浜 F マリノスに入団。久保達彦、安定感。 坂田大輔、大島秀夫とそうの熱い FW 陣の中で、なかなか出場機会に恵まれなかった。2005年8月、出場機会を求めて、大分トリニータに期限付き移籍。同年、リーグ初得点を含むにゴールを挙げる。2006年、大分に完全移籍。ほとんどが途中出場ながらもリーグ戦25試合に出場。翌2007年、 出場時間も大幅に増え、シーズンの終盤戦にはスターティングメンバーに定着。2008年、ガンバ大阪に完全一席。リーグ戦での出場機会は少ないながらも、AFC チャンピオンズリーグで5得点を挙げ、ACL 優勝に貢献した。同年の FIFA クラブワールドカップでも、マンチェスターユナイテッドと CF、パチューカ戦で得点を挙げている。 2009年の天皇杯制覇にも貢献した。2010年、ACL に出場するサンフレッチェ広島に1年間の期限付き遺跡。怪我や体調不良、リタダアキラのブレークにより試合出場は限られた。広島からの要望により2011年からは完全遺跡を果たしたものの、同シーズンではすべて途中交代出場のみとなった。2011年7月、 得点力不足に落ち入り FW のテコ入れが急務となったモンテディオ山形へ期限付き移籍するとすぐ主力に定着し2度の決勝点を挙げるなど活躍した。2012年山形に完全移籍した。2014年12月7日に行われた J1 昇格プレイオフ決勝のジェフユナイテッド千葉戦で決勝点を決めチームの J1 昇格に貢献した。 2016年より、津営元金沢へ完全移籍により加入した。2018年8月2日、津営元金沢より、ザスパクサツ群前期限付き移籍で加入することが発表された。同年12月11日、現役引退が発表された。2019年より、大分のアカデミースタッフに就任。ストライカーというよりは、チャンスメーカータイプで、前線からの守備にも、 ローを惜しまず、ピッチを広く走り回るアグレッシブで泥臭いスタイルが持ち味の選手。ペリクレス・シャムスカは戦術に忠実な選手として徴用。西野明は勝負強さを活かし、スーパーサブとして起用した。また FW だけではなく、トップ下やサイドハーフとしてもプレーできる。 AFC チャンピオンズリーグに出場した年度ほとんどで得点を挙げており、特に2008年の ACL で重要な場面でゴールを奪う活躍をしたことから ACL 男と呼ばれた。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。